さんこんにちは。こんにちは。ヒロ&ヒメイズチャンネルのあーちゃんとヒロです。今日は2人です。イエーイ。今日の今日じゃんじゃん、はい、こちら、タッチペンですね。 iPhone とか、スマートフォンで使えるタッチペンの紹介です。でも結構これ昔から去年ぐらいかなんか出てるみたいで、ちょっと知らなかったんですけど、まあちょっと今日、見つけて買ってきたので紹介したいと思います。イエーイ。ちなみにシルバー、はい、じゃあ、はい、開けてみます。こちなみにディスクタイプタッチペンって言って、先っぽがねなんか丸いのがついてる。そうそうそう、これ、これ、はい、じゃん、こちら。と、形はこんな感じ。じゃん。じゃん。で、ちょっと特徴が、先に、この丸いディスク型の、丸いディスクみたいなのがついてます。これがあるおかげで、ペンが書きやすくなってるとのことです。これタッチペン、買うという結構いい値段するんだよな。でもこれどこで買ってきたでしょう。キャンプキャンプキャン。じゃあそれでは、試しに、使ってみたいと思います。イエーイ。まずはお絵かき、お絵かきしてみましょう。うん、すごい書きやすい？うん、丸く書いてみる。おー、すごい。お花かな？ハート、星、あと雲。どう、書きやすい？うん、じゃあ、はい、パパも書いてみます。間違えた間違えた。あ、でもこれ見やすいね。あ、ペン先がなんか重い、なんか触れ心地がいい。じゃん、こんな感じで書きやすいです。とっても。せっかくなのでガチャ引いてみます。はい、あーちゃん、このガチャってやつを押して。はい、じゃあここ、ここ新作ガチャ。はい、ガチャル、ポチッとな。はい、じゃあ引っ張ってください。引っ張るね、引っ張るね。ピーンって、よいしょ。出ませんでした。はいはいはい、残念でした。使ってみて感想は？楽しかった。このタッチペン、意外と昔からあるみたいなんですけど、もし知らなかったっていう人はこれ使ってみてすごいいいので、で100均のキャンドゥに売ってるんで、で今は結構在庫の方もたくさんあるみたいで、多分探してみればすぐ見つかると思うんで、ぜひ使ってみてください。皆さんも使ってみてね。皆さん、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よし、じゃあ終わり。